卵を、はい、あ本当に今日は先着18名様です。18名様ハローデーとかで持ってますので、よろしくハローデー、すごい。これ、ね、実は、ね、1個普通卵、まあ、大体10円ぐらいですよね、うん、はい、これいくらだと思います、ね、ね、そういう言い方したらね30円、ニックさん、まあ3倍です。たまに頼んでるんで、俺が全部売ってるんで。まあそうですね、割った時のお楽しみということです。まあ3倍の価値はありますね。ということで、はい、どうぞどうぞ、次。ラストね。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。テニスと保険は私に任せてください。増永武と申します。よろしくお願いします。お願いします。テニス、ね、保健師いたらいらんって感じですけど、テニスいいんだって感じです。まあ、例えば私だったらこのブルースリーと公園は買えのにとかね、まあ、あんまり受けない。まあ、今のは、まあ、小手先キャッチフレーズですけどね、これはね、やっぱ広告代理店出身っていうのもありますけど、やっぱ大事ですね、めちゃくちゃ大事です。これはね、ぜひね、自分のキャッチフレーズを一言、今みたいな、もうやっぱいいですね。なんかどっか行きました勉強？いやいや、そう、自分で考えて、一発は覚えますよね。ソリ生命 の北九州 の山下とかはしてるね、うん、あの人はあのトランペットと何て言うの、なんかあれですか、これ、あ、こっちの、うん、パーカッション、友達です、はい。そう、あれをこううまいことね、うん、やってね、そうですか、印象残してですよね。この前私がキャッチフレーズで、あ、これ久々にうまいと思ったのがですね、自信がない方専属コーチ。あー、で、知ってるって人、聞いたことあるって人、はい、ああ、そっか、今日自信がある人ばっかりだな。あの林さんっていうですね、忠之さんっていうコーチングをやってる人なんですが、まあ彼がいろいろ、まあ土井さんの講座にも通って、15万払って通って、そこでは出なかったいいのか、出なかったけども、その数年後に歩いてる時に降ってきた。自信がない方専属コーチ、まあ、それは自分の主張だけでも客層を明確にしてるんですね。自信がない方専属、だから女性中心にパッていう、もう今だから月に3万4万のお客さんが40人、もうだからもう100万ですよね。もちろん実力もあるんですけど、今アドリブたち話してて、やっぱ彼のこと今パッとも出てくるぐらいのキャッチフレーズですね。うまいこと、なんか皆さんぜひそれを、ね、作られたらいいですね。という、まあ、小手作系も得意な 大坪さん。そうでした。もともと新日鉄の単なる経理マンから、まあね、ソリ生命でしたっけ、はい、騙されて、はい、あなたも億万長者になりましたみたいなスカウト、されて、まあね、パターンみんな同じですけど、でいざやってみたら、まあ、ドツボで全然売れないと、まあ、大体みんなそんな感じなんで、まあ、そこから、まあ、いろんな、まあ、大逆転してですね、本当に、まあ、月収が最低、1000円台に場合でなってしまったけども、その半年1年後にはですね、月収1500万超えて、だから本当にまあ一応月収が1万倍になったっていうね、なんかそのね、キャッチーな怪しい題名の本ですけども、まあ一応事実なんですね。で、だって営業マンでトップグラフになって、その後まあ保険会社の経営とかもやっていて、まあ実は今はですね、まあコンサルティング的っていうかですね、まあいろんなこう世の中にすごい人たちのインタビューをして、その教材をこう、まあ、会員制でネット通販やったりですね、セミナーを運営したりですね、そういったような感じに今ですね、進化をですね、されてきてますけど、まあ、今日はですね、まざっと、まあ、スケジュール特に考えてないんですけど、ご自身の、そうですね、七転び八起き人生をちょっと1時間ぐらい話してもらって、あと自分なりのこう成功法則と事例と、あと他人ですね、周りにたくさん成功者、持ってますので、その辺の、まあ、事例とかもお話ししていただきながら、あとは、まあ、自由にですね、質疑応答もですね、やりながらという感じで、まあ、休憩踏みながらやっていこうと思います。では、大坪先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、どうも。改めまして、皆さんこんにちは。はい、今日ようこそね、いらっしゃっていただきました。これから僕あの4時間ですよね、1時から5時までですもんね、はい、ですから、まあ、多分中のフォーマットは川野さんの企画ですから順位していいって言います。はいはいはい、だからこういうふうな類にしましょうか。僕もね、いろいろお話しすることは用意してるんですけども、
僕もその多分ここにいらっしゃる皆さんと同じですごい勉強好きでね、今すごい興味あることをこう追求してるんで、前半は割とこうお話をするっていうところなんですけども、後半はどっちかっていうとどんどんね意見出しをディスカッションも入れたいと思います。それから話してる途中で質問も OK です。実は講師ね質問していただくと助かるんですよね。それでグーッと話あの場がまたこうあの跳ねますのでね、はい、というふうに持っていきたいと思います。じゃあまずはお話をして1時間程度で、適宜休憩取りながらね、やりましょうかね、はい、すみません、カノさん疲れて申し訳ないですけどちょっとあのあ水を出す水で、はい、申し訳ない、あの主催者疲れてしました、はい、そういうわけで今日のテーマは運をマネジメントして夢を絶対叶える方法ということなんですけど、実はあの昨日ですね、あの僕あのこのね九州福岡の九州大学の出身なんですけど、学生向けの、 あのキャリアゼミっていうのを話をしてきまして、あの九州実はこれほぼあのそちらを利用してきました。だからここにベンチャーって言っただけの話です九州ベンチャー、はい、というわけで、あのそのまあこれからね、あの2年生の人が対象だったんですけど、これが就活が始まりますよね。でそれに向けて、まああの個人事業主とか起業してからの経歴が長いので、それに関してお話を話してくれるということと、それから就活というのは要するにあの面接の突破ですよね。で僕はあの自分 の、 その就活の時から面接はねもう本当にこう、無敵というぐらい強かったですね。筆記は弱いんですけど面接が得意で、まあ、面接というのは要するに営業にもつながりますよね。面と向かって相手の心を捉えるとか営業につながりますので、そのコツを伝授してきたんで、ひょっとしてあの学生と比べては大変恐縮なんですけど、百戦錬磨の皆さんもでも同じテーマの、ね、もっとあのハイレベルですけど同じテーマ でやっぱり課題としてぶつかってらっしゃるんじゃないかと思って、内容を持ってきました。ただもちろん、ね、中身は、ね、かなり高度にしてありますのでね、どうぞお楽しみください。そういうわけで、昨日、まあ、学生にこのような話をしましたね。皆さん向けにカスタマイズしたのはここです、まずオリエンテーションで自己紹介等から入ります。で 次にこれは実はそのまま企業に至るまでのプロフィールですね。それからアナログ営業必勝法、あと自分好みの未来をデザインする方法というわけです。でこの辺りだとあのまあ時間の残り時間を見合いながらね、可能な限りお話をしていくという感じになっております。それでは入っていきますね。まずオリエンテーションということで、私自身の、自己紹介をさせていただきます。今のいろんな、ことをやっています。まずは会社経営者ということであります。あとねプロモーター、あの多分何回か前に堀江信弘さんがねここで話されたと思うんですけど、堀江さん一時期僕の秘書でした、ね、福岡のねあのお堀公園の脇に住んでますよね。プロモーターというのは何かというと、こうやって自分でこう話す、自分でコンテンツを発信するということよりもむしろ誰かと組んでその人をスポットライト当てて、まあ、集客とか企画とか、ね、その人を演出するというプロデューサー側に回るということですよね。で僕はそっちの方が好きで得意なんですよね。だからそういうことをやってます。だから僕は大抵のビジネスは自分じゃなくて誰かパートナーがいてその人を輝かせることで、作ってるということですね。で、最近はビジネス教育家と、こういうの全部法がしたもんですけどビジネス教育家ともなってます。であの、ね、インタビュアーでもありますね。で僕のビジネスは何かというと、まあ、生命保険のビジネスは、別にして新しく立ち上げたものは結局本質インタビューなんですよね。で茅野さんのところにも1年ぐらい前に伺って、お話聞かせていただきました。でお話聞かせていただいてそれを CD に入れて、まずは僕の会員さんにところに届けて、でああいったデジタルものってのはもうあの1000個プレスでできちゃうんで残りやっぱり800何枚とか余るわけですね。でそれをセットしてまた販売するという形で、これクオリティ次第で例えば1億円近くぐらいのビジネスにはなるんですよね。でそういう意味じゃこれ僕はプロのインタビューだなということになります。であとは海外行くときはねビジネスジャーナリストって名刺作ってます。で海外僕はそんなね心配しなくていいですけど英語喋るわけじゃないんですよ。外人さんが喋るのを聞いてて2割ぐらいは分かります。2割ぐらいはでもそんなもんなんですけど、向こうに行って、いろんなコンベンションとかねなんですかねその、集まりがあるでしょ。そういうとこ行ったら興味あるとこ行ったら事務局行って受付行って実は私は日本のビジネスジャーナリストだとで名刺出して、それから本とかこの本も持ってきます。本とかあと自分のこれ日本語だから分かんないから向こうの人はすいませんありがとうございます向こうの
ですね、僕の顔写真が載ったやっぱそう日本語なんですけど日本語の雑誌とか見せて、いや僕は日本でねこんだけのその実績があるんだけどもジャーナリストとして取材に来たと言ったら、結構アメリカ人のアーティフタ向けですねアーティフタ見てどうしようどうしようってで主催者呼んできたりして、で大きいところだとプレス賞っていうのがあります。あの要するにマスコミの専用ねプレス賞っていうのをつけさせてもらって、そしたらもう閉めたもんで、どんな有料の中 の, そ の, あのオプションのその、シンポジウムでも無料で入っていきますね。でインタビューしたいったらやっぱり向こうもこう、答えてます。でもしもそういやうちは小さいからねそういうのを用意してないんですよって言われた場合でも、特別扱いしてくれます。その時もねやっぱりこう、次期会長だってことは直々にこう話をしに来てくれたし、あとウェルカムパーティーでね、紹介されましたもんね皆さんの前でねそんなような、はい。でこういうふうにこう講演もさせていただいてますし、ビジネスの著者でもあるというわけですね。はい、で会社かかってる会社としてはこのキーストーンフィナンシャルって私自身の個人会社です。 100% 自分で持ってます。あとはホロスプランニングっていって、これはまあ保険業界の話ですけどね、あのソニー生命が出て独立した時の僕がジョインした、まあ保険ベンチャーです。で当時は40人でしたけど今はもう300人を超えましてね、順調にこう成長してます。でそこ の, あの相談役をやってます。で株式会社悟空という最近熱中してるんですけども、つい先月あのロサンゼルスで講演しに行ったんですがね、そういうふうにこう日本のこうコンテンツを発信すると。でも日本のコンテンツってなかなか実はね、乗りにくいんですよ英語にはね。例えば1984じゃない19何でしたっけ18ごめんなさい村上春樹、なんて本でしょう1947まあそのうち当たるでしょう村上春樹、彼ですらアメリカに自分で営業行って向こうで本が出たんですよね。例えば日本で有名だったら、まあ、経営コンサルタントでもちろん多分ご存知の神田正則さん、はい、彼もアメリカに営業に行ったんですよこの本出さないかって。そしたら何て言われたかというと、この本をアメリカで出す理由がないって言われたんですよね。すごい言われようでしょ。でただあの僕らの本は割とそ中国とか香港とか台湾では翻訳されて出るってことが多いんですけど、英語にはなかなかならないんですよね。そういうふうに実はあの見えにくい壁がコンテンツの中にあるんですけど、それ突破しようと、うん、僕 の, その仲間の環境ジャーナリストの中野博士を中心にやってる会社です。僕の役員でもありますけどね。で著書です。で1冊目があそこにあるんですね。これが一番売れましたねおかげさまで、はい、2冊目がこの中での読書がそのすごい勉強、まあ自分でも言うのもあるんですけど、カエラさんとすごい気が合うのはね勉強好きっていうところなんですよね。オタクですよね。はい、オタクです、はっきりして。大塚さん実行してるね。私は実行せずにいいですよ、カリスマながいいですよ。いやいやいや僕変な営業で、あの営業っていうとその例えばテレビ、ね、マスメディア的なあの印象だとお客さんとの接待をするっていう印象だと思うんですけど、僕は生命保険全力でやったのは8年間ですけど、8年間のうちお客さんを接待したってことは2回しかないですね。で他の日は何したかというと、大抵夜の6時にはうちに帰って、食事をして、当時はね子供まだいなかったんで、食事終わったらどうするかっていうと、読みかけの本とかもあの書きかけのノートとか手帳とかね、いろいろメモとかをごっそり持って近くのファミレスに行って2時間ぐらいね読みふけるっていうね、そういう生活をしてましたね。でそんなの書いたらあの2冊目のオファーが来て、これは勉強法です、うん、で一生懸命一番書いたのはこれなんですけど、一番売れませんでしたっていう感じですけどね。で最近これはその尊敬する先輩と出した協調ですけど、こんなような本が今出てますというわけですね。はい、でプロフィールは当たりますけど、後であの再び触れますので、ここには触れませんでした。まあこれに関してはね、50年読書量は約まあ2800冊、多分3000冊になったんですけど、年間、決めてましたね、映画100本、本300冊っていう無意味な目標を取ってまして、あの特に努力しなくてもクリアしちゃいます。はい、というですね。でまあ基本的に仕事としてはやっぱり証券会社が今まで多くて、証券会社とか生命保険会社とかね、時々まあ銀行というか、最近はあの日本郵政とかね、そういったところも呼ばれて講演したりしてます。ただビジネスとしては、やっぱりポリシーがありましてね、毎週何曜日の何時にここに行くみたいな仕事って僕ダメなんですよ、全然ダメなんです。だから顧問契約は受けないということを決めてます。基本的に今週何やろうかなと思って自由に動けるっていうふうなスタンスを崩さないということをしてます。はい、
あ、そう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 、まあ、これ後でくれましょうね、ごめんなさいね、くれましょう。で、起業に至るまでの物語ということで、こんなふうにまとめてみました。ちょっと学生向けですけど、またね、角度変わって面白いでしょうから、そのまま、します。大学時代までの話をまとめると、大体トピックまとめるとこんな感じですね。生まれは長崎県の五島というところです。ご存知ですか、うん、知ってますよね、さすがにね。島ですよね。島です、島です。はい、うん、それぐらいしか知らないですか。まあいい。で、あの生後4ヶ月で、あ、ありがとうございます。そうですね。生後4ヶ月で親父が父が亡くなりましてね、これ結構後で飲みますけど、僕の中に大きいということで、でこんな島ですから仕事がないんですよね。あの仕事って市役所か漁業か自衛隊かしかないんですよね。でそのまあ、若い未亡人はそんなこと仕事ないから、あの親子で愛知県に移住しましたって話ね。で地元でこう育って愛知県立の刈谷高校ってところで出たんですけど、大学を決めるっていう段になって、同級生は、ね、やっぱり地元志向で、その、まあ、先生いいぞ名古屋大学とか、名古屋工業大、僕理系だと、ね、名古屋工業大学とか愛知県立教育大愛兄弟とかね行くんですけど、僕はやっぱり考えて、やっぱりその小学校2年生の時にあの向こうに行ったんですかね、なんか九州ってものはすごく愛着があって、で結果的に九大を受けました、経済学。だから僕はもう生涯で九大の経済学を受けたことないんでね。一浪してもその後もやっぱりこっちを受けましたね、はい。でまあ、 あの母子家庭でおふくろもそう、もちろんあのいっぱいお金あるわけじゃないということもあって、仕送り5万円プラス奨学金というので学生生活を送りました。でね、あの旧大の今もないんですけどね、六本松が移転したでしょ、だからないんですけど田島寮っていうところに入りましたね。で当時は国立大学の寮ってむちゃくちゃ安くて、田島寮の寮費は月1000円なんですね。安いでしょ、月1000円、賄いはつきました、さすがに当たり前ですけどね、はい。で今度はあの本学の箱崎に移ったら、今度は松原寮とかあるんですけど、そこはねなんとね500円でしたね、うん、だからもう そのおかげで僕は生活できたようなものです、はい。で、当然だからバイトの日々ですという話ね。でここにはちょっと書ききれなかったんですけど、でも当時はね、今と比べて随分こう学生っていうのは、特に東京の学生はもうそういうの卒業しましたけど、田舎の学生、僕らみたいな学生っていうのは左がかったね、左翼系の営業があったので、僕もご多分に漏れず、そっち系で赤旗とか取ってましたけどね。でも取ったのはもともとね、学園祭をやりたかったんですよね。学園祭をやりたくて、学園祭の実行委員になるって言ったら、あ、じゃあお前はその学友会に入んなきゃいけない、学友会ってのはいいか、赤旗を取るんだとかわけの分かんないこと言われて取り始めて、でもまあ、この寮の中でもなんかこうだーっとこう遊んでるとこう目立つんでね、いろんなことを声かかって、結局そんなの県の委員長とかやったりしてましたね。で僕はその寮に入ったってことはすごく自分にとって意味が大きくて、それまではまあそのさっき言った母子家庭っていうのはあまりやっぱり片親の場合は社会との接点が少ない分、なんとなくねやっぱ寂しい感じはするんですよ。僕はだから小学校中学校はどっちかというと思春期前はね、その頃の思い出って寂しい思い出です。例えば、運動会があるじゃないですか。で運動会行って、他はね兄弟も多かったりして、地元だから親戚とかおじいちゃんおばあちゃんもいてて、広いこの大きいこうなんていうの、なんていうんですか、下に敷くやつ、レジャーシート。そうそう、それ言いたかったんですよ。レジャーシート広い。うちはちっちゃなレジャーシートが収まっちゃうんですよ。寂しいでしょ。こいつと一緒に食べないって言われることもありますけど、そう言われること自体がちょっと惨めだったりしてね、うん、そんなようなちょっとやっぱり寂しい、どっちかというとこう車がかかったような思いなんですけど、ところが寮に入ってからガーンとね、まあ、ネガがポジに変わるようなそんなような思いですよ。だってね、いきなり100人兄弟ができたようなもんですからね、朝から晩までこうもつれ合ってね楽しくやってました。でそうで寮の先輩に本田さんって人がいましてね、そしたら工学部の電子工学科の人でえらい頭にしてたけどね、でその人が1年休学して世界一周して回ってきたんですよ。日本出てインドとかヨーロッパアメリカ行って回ってきたんですね、そういうコースね。僕はその人大好きでしょっちゅう部屋に入り浸って、しょっちゅう、ね、後ろくっついて待ってたんですね。
で、すごいなすごいな、俺も真似したいなと思ったけど、でも俺は無理だなと思ったんですね。なぜかというとお金がないからですね、親に無理言えないから、あ俺は無理だと思ったんですけど、これ後で触れますけどね、ある瞬間ね、あ俺にもできるかもしれないっていうのが降ってきた、降ってくるもんなんですよ。ではっきりどっか覚えてます、あっちの六本松の方のベフ商店街ってあるんですけどね、ベフ商店街の3号線のとこのライオホストの前ってとこ覚えてますけど、そこ歩いてる時にハッと気が付いたんですよ。あ俺にもできるじゃんって、できないって誰が決めたのって、俺だって俺ができないって決めたんですね。じゃあ俺ができると思ったらできるんだって、何がちょっと響く人ね、響くし響かない人は響かないと思うけど、それが降ってきたんですよ。でできるっていう前提で行動するのと、できるかもしれないという前提で行動するのは違いますよね。でできるっていう前提で行動すると行動自体が変わってきました。アンテナを張って、でそれから、例えば大学先生の部屋にもね、教授の部屋にも足しげく通って、なぜかっていうと気に入ってもらって1年間休学って教授会の承認がいるんですよ。それを出してもらわなきゃいけない、一生懸命レポート書いてね、勉強もしました。でこうアンテナを張ってると、そういうのを飛び込んでくるんですよね。で最大の問題もさっき言ったみたいに、もう本当お金がない、ね、合コンって分かりますよね合コンする例えばそのね、築城さんとか福岡女学院とかね、合コンするときは当時は僕は親不孝とか天神の紫ですけども、やっぱり5000とか6000いるわけですよ。でそんなお金ないから